さあ、2022年7月11日、こちらのニフォルメーション、バンダイシールウェハースから新しいシリーズ、ハンターハンター、シールウェハース。早速2ボックス開封していきたいと思います。じゃあまずはこっち側から、さあ、オープン!ズズズン!ズズズズズズズーいやー待ってました。さあパックの種類なんですが、こちらの2種類になってます。昨日レアリティごとにラインナップを紹介した動画アップしてます。なのでもうすぐね開封していきたいと思います。いつも通りね右側から1パック目から早速いきたいと思います。まずは記念すべき1パック目、何が出るのか。3、2、1。1パック目は何だろう。おお、マジかー。1パック目、旅団から雫だね。雫来てくれました。はい、裏面こんな感じ。さあ、1パック目はね、レアの雫が来てくれました。ラインナップ動画でもね、紹介したんですが、現役旅団のメンバーは全員ね、今回レアの収録、右下に R と書いてありますね。とかとね、団長だけスーパーレア扱いということで、で、今回もね、いつも通り、12ポケットリフィルか20ポケットリフィルにしまいたいと思います。ホビーベースさんのカードアクセサリーコレクション。で、シール未開封で取っておきたい方は、ヤドマンさんとかでもね、出している9ポケカードシリーズというね、トレーディングカード用のリフィルだったり、こちら同じくホビーベースさんなんですが、6ポケット用のリフィルというのもあるので、未開封のね状態でこのまま入れるのもありかなというふうに思うんですが、僕はねスーパーレア以上は必ずローダーにしまっていきたいというふうに思ってます。さあどんどん行きましょう。今回パック2種類あるんですけど、このゴンの方もかっこいいけど、さっきのクラピカとね団長が映ってるパックむちゃくちゃかっこいいですよね。お、はい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 。ノーマルのね、トンパ来ました。今回第1弾、ボル1ということで、まあ第2弾とかもね、かなり期待してるんですけども、コミックのね、まあ大体1巻から、まあ7巻ぐらいまでですかね、ハンター試験と、まあそれから旅団が出てくるところまでっていうね、現役旅団のね、メンバーを中心としたラインナップになっているというところで、これは来たー。マジかー。ありがとう。マジでありがとうございます。来たー。3パック目で来てくれました。 SR 見えますでしょうか。スーパーレアのシルバー来てくれました。今回スーパーレア6種類かな。今回スーパーレア6種類あるんですが、そのうちの1枚早速来てくれました。おー、むちゃくちゃキラキラしてるというわけではないんですが、まあやはりねワンピースの GR グランドレアだったり、こういったねドラゴンボールの GR ゴッドレアとまあ同じような感じですよね。まあ非常にねオーソドックスな典型的なキラ仕様、スーパーレア仕様という感じでしょうか。素晴らしい。ちょっとすいません、どうしてもね SR 以上はもう未開封のまま取っておきたいので、このまま開封せずにお届けしたいと思います。今回の封入率3回に1回ぐらいは SR 以上来てくれるのかな。じゃあ次ノーマルかな。はいはいはい、ノーマルの今回ナンバー8だったかな。ひそかもね、今回2パターンでね登場しますね。このノーマルと SR で収録されていて、で今回ねシールの表面がまあちょっとすいません見にくいんですけども、こういった指紋のようなね光り方をしているので、エンボス加工ということがまあ素晴らしい。マジでぜひね鬼滅の刃呪術廻戦も全シールエンボス加工になってくれると剥がれにくくなるので、むちゃくちゃありがたいんですが、ね、ワンピースそれからドラゴンボールの新しくね Z からねスーパーにリニューアルされたスーパーの段もやっぱり全てねエンボス加工になってるので、あ、待ってきた、かわいい、マジかわいい。これ超狙いでした、これ超狙いでした、これ超狙いでした。戦慄めっちゃ好きなキャラですね。どうかクラピカをね今後とも支え続けてほしい。戦慄かわいい、めっちゃ可愛い、ありがとう。はい、裏面こんな感じ。今回ね全部、まあ、裏面にはね名前ちゃんと書いてますけど、これねハンター語というかハンターハンターの世界観の名前で、名前表記がねちゃんと印字されてるのも本当に素晴らしいところだなと思います。素晴らしい。もう本当に今回ねハンターハンターが出るということでね、もうマジで歓喜しましたね。前回の動画でもちょっと触れたんですけど、発売がね決定される前にハンターハンター来てくれということをね言っていたんですよね。おっと、3回に1回来るかなと思ったんですけど、レアが来ました。はい、レアのコルトピ来ましたね。ちょっと動画の最後でね、全部20ポケリフィルに入れたいかな。旅団のメンバー揃うかな ?2 ボックスで。はい、レアコルトピー。皆様ね、一番の狙い何でしょうか。僕はね、もちろんトップレアで、ダブルハンターレアっていうのがね、このパックにも見えてるゴンとキルアがいるので、まあ、それも狙いなんですが、今回ね、ハンターレアのこの2枚、クラピカが一番の僕は狙いです。おー、レオリオ来てくれました。4人の主要キャラでは今回最初に出たのはレオリオでした。ありがとう。やばい、ちょっと開封が話しすぎて早いな。もう7パックか。やばい、8パック目いきます。今のところ SR 出てから、まあ、4枚続けてるので、そろそろ来るんじゃないかなと思ってます。 SR 以上来てくれるか。3、2、1、何が来るか。 SR だ。なんだ、おお、マジか、かっこよすぎる。マジでめちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。SR のクロロ団長来てくれました。右下に SR と書いております。ゲール団の揺るぎない要。高卒力に優れ、超個性発揃いの集団を見事にまとめ上げている。趣味は財宝をめでることで。特に古書を集めるのが好きなようだ。
いやー暑いね。ワンボックスでどうだろうな、ダブルハンターレアが出たらいいボックスなんだと思います。それぐらいちょっと封入は厳しいのかなと個人的に思ってるんですが、はい、ネオン来ましたね。あー、なんかこの紫の色とね、エンボス加工がすごい似合ってますね。マジ可愛いなこれ。はい、ネオン、ノストラファミリーのボスの娘。今回ネオンがノーマルの最後だったかな、ナンバー11。さあ右側ラスト、あっという間だね。で今回ね、ちょっと裏から開けようかなっていうね、楽しみもいつもあるんですけど、あの黒以上がね、見えた瞬間にコーレアリティが決まるというような開け方は今回ね、ちょっとできないのは、全部裏面はね、黒色なので、今回はできないので、このままいきたいと思います。最後10パック目は、マジかー、かぶっちゃったー、くそー。ダブルもね、すいません、未開封で取っておきたいので、このまま取っておきながら、早速左側行きましょう。左側なんですけど、ウェハースはね、一応来年の5月までなので、2023の5月とウェハースを入れていくという感じで、ウェハースね、何個開封してんだろうね。いや、めちゃくちゃあるんですよね、在庫が。個人的にはココアクリーム味の方が好きかなという感じなんですけど、なんか新しいね、いちご味とか出てくれたら、まあ、うわー、ちょっと待って、めっちゃいい。めっちゃいいな、マジで。ありがとう。めっちゃいい、ノーマルのキラー。これ、すっごいシンプルなイラストじゃないですか。正直、このゴンと、このね、パックにもあるゴンと、このキラーを、正直ね、ダブルハンターレアという枠でも良かったかなぐらい、こういうね、シンプルなイラストめっちゃ好きなんですよね。いやー、ありがとう。左側2パック目、3、2、1、ズズズン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 。おー、マジか、これかー。これが、ダブルハンターレアか。やっぱりね、ダブルハンターレア、ドラゴンボールで言うと、スーパー第1弾のゴールドレアみたいな感じなんですけど、まあ、画像で見るよりもね、やっぱり実物見た方が全然迫力、迫の豪華さ、やっぱ違いますね。めちゃくちゃいいと思います。ダブルハンターレアは裏面こんな感じなので、まあ、開けるときにね、もしかしたら絞って、ゴンのこの紙が来たら、まあ、もしかしたらワンチャンダブル HR が、下から絞って、31、32が見えた瞬間にも、ダブルハンターレア確定ということで、まあ、トップレア、狙いのゴン来てくれました。ありがとう。さあ、ちょっと待ってね。このまあブロリーもね、スーパーにリニューアルされる前の12弾だったかな、12と書いてあると思います。12弾の GGR、まあ、このねシークレットのゴジータというよりかは第1弾の、ちょっと待ってくださいね、すいません、あったこれこんな感じのゴールド仕様に似てますよね。もっとよりハンターハンターの方がゴンっていうかね、このキャラクターの絵柄がよりクリアに、より鮮明に映ってるような感じになってますね。ドラゴンボールの方もね、同じ色違いでゴールド仕様にしてるので、ゴンもね今回 SR でゴンがあるので、残りのパックで出たらね、ちょっと見比べていきたいなと思います。ということで3パック目、ここはノーマルとかかな。はい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 、半蔵のノーマル来てくれました。この半蔵の忍耐力はちょっともう半端じゃないものがありますよね。その辺書いてあるのかな、さすがに忍耐力半端ないみたいなことは書かないか。すいません、まあ、完全に感想だもんね、すいません。3パック目半蔵、さあ4パック目なんか来てくれるか。おお、やっぱりね、パクの名はね、好きな方多いんじゃないでしょうか。泣けるよね、あのシーンは。みんなにね、愛を込めて撃つあのシーンはちょっと泣けるなと。外見はクールに見えるが、とても一途な性格でハートは熱い。うわ、たまらんね。自らの犠牲を選んだというパクのダーグは、マジで漫画読みたくなってくる。さあ左側5パック目いきましょう。3、2、1、SR 以上来るか。おお、2枚目の戦慄。全然関係ないんですけど、皆さん、ワンピースの新しいカードゲームのスタートデッキは購入されま、ちょっと待ってね、ごめん。ちょっと喋ってる場合じゃないわ、これは。うわー、かっこよ。めちゃくちゃかっこいいっすね、これは。マジで白の感じ。紫と水色の感じで、ハンターハンターってね、スーパーレア全部描かれてるんですけど、右側のハンターハンターの文字もちゃんと紫な感じが超似合ってますね。やばい、これやばい。SR のキルア来てくれました。で、これがね、さらにゴンみたいにダブル HR、ダブルハンターレアで登場するということなので、そっちも楽しみだね。皆さん、キャラ一番好きなの誰ですか？僕はね、キラーなんですよね。キラーが一番好き。まあ、やっぱ誘惑の比叡みたいな感じで、まあ、キルアと、さあ次はクラピカですかね。いやー、マジで熱い。はい、おー、マジか。旋律めっちゃ来るね。きついかなという感じなんですけど、まあ嬉しい。嬉しい。で、すいません、ちょっと話は途中だったんですけど、ワンピースのカードゲームのスタートデッキがね、出たので、ちょっと開封動画上げたんですけど、箱ね、めちゃくちゃ今回かっこよくて、まあこれね、大きいサイズなんですけど、ちょっと単行本のコミックのサイズと同じ大きさなんですよね。で、やっぱりこう、コミックと一緒にね、飾れるし、ぜひともね、綺麗に撮っておきたいのに、これやっちまったなんですよね。なので皆さん、開けるときマジで気をつけて、セロハンで切って、ここをね、出すとき、ここをね、撮るときに、本当に十分注意して、僕みたいにならなければいいなというふうに思います。さあ、ワンボックス目の左側を今開けてるんですが、ラスト3パックになっちゃいました。ここはノーマルかな？おー、出たー、ウボウキン、ウボウさん見てますか？いやー、ウボウさん見てますか？ついありがとう。
これもマジでかっこいいね。イラスト秀逸すぎる。雲のね、マーク。原料のね、シールは、ちょっと言い忘れたんですが、すいません。全部ね、雲のマークがどっかしらに書かれてるんですよね。最初のね、ワンパック目の雫の時言えばよかったね。ごめんね、すいません。左上に見えてます。今回、ウボウさんは、右下にウボウさん。雲のマーク。まあ、半端ない戦闘力誇ってますよね。その辺が書かれてますと。さあさあ、9パック目。ちょっと SR が出てから3パック目なので、ワンチャンあるかな。3、2、1。お、来た、サトツさん。サトツさんね、これビューンとね、ハンター試験の時の急にね、信じられないぐらい足が速くなるというサトツさんでしょうか。一般人の凡人じゃ、まあ追いつけない。まあ到底ついていけないというね。ハンター試験のコミックから読み返そうか、これは。さあ、トツさん、ナンバー7のノーマル。さあ、ワンボックス目、ラストは何でしょう。なんかラストに来そうな感じをしてるのは僕だけでしょうか。SR 来てくれるか、もしくはハンターレア来てくれるか。まだまだダブルハンターレアか。3、2、1、ズズズズズズ。つ、つ、つ。マジで。ありがとうございます。ヒールアのダブル HR。 いや、まさかのワンボックスでダブルハンターレアが揃って出てくれるという神ボックスになったんじゃないでしょうか。今回このボックスは神ボックス。これを神ボックスと言わずして何を神ボックスと言うんだという感じでした。ありがとう。さあ、ということで、今回のワンボックス目。ちょっとここで一応ね、配列紹介というか、配列確認、スクショ用の時間なんですけども、右側が上です。左側が下。なので、これ毎回言ってるんですが、バラで買った時に、例えば5パック目はね、バラで買った時に、右側戦慄、左側も戦慄が出たら、もしかしたら、左側のその1個次が、ヒルアのスーパーレアが出るんじゃないかというね、可能性がある。絶対はすいません。ないんですが、まあ、その可能性もあるということで、配列紹介させていただきました。ということで、まだまだハンターレアもね、揃ってないですし、2ボックス目、行きましょう。さあ、じゃあ右側から行きたいと思います。まあ、ちょっと2ボックス開けてるとね、まあこんな感じでウェハースのね、カスちゃんがなかなかね出てしまうので、皆様開けるときはね、何かしら必ずプレイマット的なものを敷きながら、うーダブリーエオリオ2枚目敷きながらね、開けていただければと思います。皆さんはね、ボックス予約したんですかね。これからね、7月の11日から本格的にね、全国のお菓子売り場等で、おお売られてると思います。着々とね、旅団揃ってきました。フェイターンレアナンバー14。お父さんお母さんをね、怒らせても、フェイタンだけは怒らせちゃいけない。マジで恐ろしい能力持ってるよね、フェイタンは。3パック目どうだ?おー、ちょっとあれだね。いやー、ちょっと被っちゃったね。さっきのね、戦慄3枚からちょっと思ってたんですけど、被りが多いね。あのね、ディフォルムシールウェハース、まあ、いろんなシリーズめちゃめちゃ上げてきたんですけど、ありがとう。ちょっと待って、ありがとう。旅団のマークと赤いエフェクトが綺麗にマッチしてますね。いい感じだ。かっこいい。さあ、4パック目にね、ボノレノフ来てくれました。裏面こんな感じ、ボノレノフ。ギュダンダンダダク。なんかさ、旅団の面々ってかっこいいすぎますよね。そうで、ちょっと話ね、戻るんですけど、おー、キルは2枚目、ありがとう。このダブルは。嬉しいっすね。今までのね、やっぱりこう、ニフォルメーションシリーズ、ニフォルメシールウェハース開封してきて、まあ、一番のね、神ボックスだなと思ったのは、ワンピースのログ1、こちらですね、第1弾の、2ボックス開封だったかな。多分今までで、うわ、マジかー。こういうね、ちょっと SR のダブルはきつい。めっちゃ嬉しいんですけどね。このままめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ちょっときついかな。そう、こういうね、例えば SR の被りとかって、まあ、全然あると思うんですよ、2ボックス開封してて。まあ、それがね、普通かなぐらいに思ってるんですけど、ワンピースの時はね、なんと全く被らずに、2ボックスを開封できたので、多分今までの最速の、コンプリートだったかなと思います。ハンズを被っちゃったね。さあ、今回もね、このボックスは、ダブルハンターレアは今のところ出てないですが、はい。お坊さんもダブリー。来るかな?残り2パックで、もしかしたらダブルハンターレア、トップレアリティのね、ダブルハンターレアが来てくれるかもしれないと思いながら、ラストパックにかけましょう。さあ、右側ラスト行きますね。3、2、1、ダブルハンター。マジで。マジで本当に嬉しいっす。ありがとう。盗賊の極意スキルハンター団長クロロ。HR ハンターレア。一番の狙いのハンターレアのクラピカじゃなかったんだけど、クロロ団長来てくれた。原油団の揺るぎない要。書いてあるのは同じようなことかな。書いてあることも違うね。最初の一文だけ同じなんですけど、そっからは統率力に優れというね、SR の方と特質系の念能力者でありっていうね、ちょっとスキルハンターについて書かれています。ちょっと待って、マジで嬉しい。ありがとう。マジで嬉しい。ありがとう。これやばいっす、マジで。
白の感じがやっぱ SR とね全然違う。そこで差を、だからあえてね SR をかなりシンプルにしたと思うんですよね。まあ、白が全くない、ただのキラ仕様という感じで、こっちはキラプラス、紫色のね白をつけてるような感じです。でそれをさらに白をもっと豪華にしたのがさっきのこのねダブルハンターレア。いやーちょっとねここまでは苦しい。最後に来てくれました新規3枚、残りの7枚はダブルという右側でした。左側行きましょう。いやーすいません、ちょっとねもしかしたらテンション下がっちゃったように見えてしまうかもしれないですけど、これ決してそんなことなく、今ちょっとあまりの嬉しさに安堵というか、ちょっとね満足感が半端ない団長で、おーありがとうゴン来てくれた。ごめんこれじゃないね、こっちだね。まあ、まずはハンターハンターと言ったら、なんと言ってもゴンなしには進まなかったこのストーリー、本当に最高の漫画ですよね。いやもう好きなねコンテンツは本当に溢れ返ってるんですけど、まあドラゴンボール、ハンターハンターってこれも本当自分の中では二大巨頭ですかね。もちろんワンピースも、そしてもちろん鬼滅も、そして呪術廻戦ももちろんなんですけども、まあやっぱり幽々白書を最初読んだ時のねちょっと衝撃がすごかったんですよね。こんなにね崇高な漫画があるのかと、まあ、本当に人生の教科書というかね。おお、そうここに書いてあることがまさに全てですよね。一見すると顔は極悪だが性格は素朴で仲間を思いやる優しさがある、もう大好き、こういうところが大好き、フランクリン僕は大好きです。フランクリンありがとう。悠々白書からね教えられたことがたくさんあるんですけど、ハンターハンターも同じですね。本当に教えられたことがマジでたくさんある。いきます。なんだろう、あーマジかー、マジかー、ちょっと待ってね、おじいちゃんの方が良かった。キルアがね出ちゃいました。ちょっとこれも被ってるね。いやーちょっと今回かぶりが多いかー、どうだろう。おーありがとう、よかったよかったよかった。ノーマルのねイルミお兄ちゃん来てくれました、よかった。そう、ひそかのね友人でもあるというね、ハンター試験がね終わる時のシーン結構衝撃的でしたよね。まあ愛情ですよね。だけどまあちょっとそれがねだいぶ歪んじゃってるという、やっぱ目が怖いよねイルミは。目が怖い、ちょっと待って、あっちで、ちょっと待って。結構喋りながらって適当に開けちゃったんですけど、来てくれました。ありがとう。最強じいちゃん。いやー、キメラアント編ではね、マジでこのゼノのね、セリフに涙しました。本当に。で、高校を野然としているが、胸の生涯現役の文字通り、暗殺者として未だ現役。強敵を倒すためなら自分の命を平然と投げ出すなど、その戦い方は百戦錬磨を思わせるナンバー 28SR、ゼノ。これもマジでかっこいい。顔がイケメンすぎませんか？かっこよすぎる、マジで。ありがとう、よかった、これで。これ4枚出たのか。なので残り、ひそかと、ゴンかな。いやー、来てくれー。ゴン来てくれー。マジで来てくれー。でもなんと言っても、チューバの狙いのクラブが来てくれないかな。戦慄4枚目もしか。ちょっと出すぎてる感じがします。すいません。戦慄出すぎてやないでしょうか。4枚か。さあ、いきます。3、2、1、ノーマルもね、まだまだ。コンプリートできてないけど、2枚目。グドンドンド族の2枚目。ちょっとね、残り3パックか。やばいし、頼む。いや、3、2、1、クラピカ来てくれたら、嘘でしょ。5枚目の戦慄。5枚目の戦慄か。マジか。ちょっと待って、これはちょっと待って、無限回収か。よし、戦慄無限回収していこう。こうなったら戦慄来てくれ。戦慄来てくれ。厳しい。マジか。これは出やすいのか、もしかしてクラピカが出にくい仕様なのかな。嬉しいんだけど、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、 HR 枠もうこれで来ないよね。残り HR 厳しい、くそー、マジかー、クラピカこれは次、まあ奇跡を信じてる。次ここでね、ハンターレアのクラピカ出ることも信じてます。頼む、まだ開けられちゃいけない、大丈夫だ、いきます。3、2、1、大丈夫だ、頼む、大丈夫。あ、違う、そっちのクラピカじゃなかった。クラピカ出てくれたんだけど、そっちじゃなかったけど、これも嬉しい。いやー、ノーマルでね、出てなかったので、めっちゃ嬉しいんですけど、こっちか。悔しい。さあ、ということでね、今回の2ボックス目は、右側の10パック、上のね、10枚になります。で、左側の10パックが、こちら下の10パックになります。右左という感じになっております。スクショの時間というか配列紹介でございます。じゃあ今回全部2ボックスまとめた結果がこんな感じでした。
はい、ということでね、まずは無事ノーマル11枚なんですが、今回ね無事コンプリートすることができました。でこんな感じでねダブリも出ちゃったんですけど、まあなんといってもツーボックスでね、今回戦率5枚というもう完全に今回の MVP は戦率に上げたいと思います。で一応ダブリなんですが、これドラゴンボールだけをちょっと今例にしてるんですけども、全部のねシール、ワンピースも鬼滅の刃、呪術廻戦、すべてねダブリはまあこんな感じでね、さっきの冒頭でね説明させていただいたキューポケバインダーの方にまあこんな感じでね、パンパンにした状態で詰めてます。まあ今ちょっと簡易的に入れたんですけど、まあ大体3枚から4枚とか、まあ多くて3枚ぐらいですかね、入れといて、まあなるべくね圧をパンパンにして、まあ少しでも剥がれにくくしようという感じで入れてます。ただまあエンボス加工になっているので、ワンピース、ドラゴンボール、スーパーとハンターハンター、今回はねなかなか剥がれっていうのは、起きにくいんじゃないかなというふうに個人的にちょっと思ってます。で続いてね旅団、まあ、せっかくなんでこの12ポケットに11枚綺麗にね旅団の SR のねクロロとヒソカを除いた11枚をねこの12ポケットに綺麗に入れるっていうのもありかなというふうに思います。はい、そしてレアの旅団なんですけど、1,2,3,4,5,6,7枚というね感じでコンプリートできずでした。まあ、残りの団長と人とかは、SR であるんですけど、まあねここにも書いてあるんですけど、信長とねマチ、それからフィンクスとシャルナークがね出なくて、まあどうしてもやっぱ信長とねウボウズキに一緒に並べたかったりという感じで今ちょっとね開けてますという感じのレアでした。さあで残りがまず SR なんですが、SR ね今回全部で6種あります。まあ、シルバー1枚良かった出てくれて、ゼノもマジで嬉しかった。いやゼノも良かったなんですが。ちょっとねここで2枚とも団長とキラーが被っちゃったんだよね。これ被りなければ本当にね超うまくいけばゴンとヒソカ出て6種コンプリートっていうこともワンチャン狙えたかなというボックスでした。ハンターレアが出てくれて本当に良かった。ただまあこれもねちょっと被っちゃった、しょうがなかったんですが、今回やっぱなんといってもね最初のボックスの特に左側10パックでこのねダブルハンターレアっていうトップレアがね2枚来てくれたっていうのが、まあ、なんといってもまあそこがねまあ紙ボックスだったかなというふうに思います。ワンボックス目紙ボックスだった、2ボックス目がねクロロとクラッカー来てくれたらもう本当も言うことなかったっす。はい、ということでね最後までご視聴いただき本当にねありがとうございました。皆さんもねハンターハンターの今回の第1弾のねニフォルメーションもう買ってる方、これから買いに行く方、様々だと思います。皆さんの神引き素晴らしい引きね願ってます。で今回ボル1という風にね明記されてるので 100% ではないんですが、第2弾第3弾とキメラハント編だったり、新しいレアリティでシークレットが出たりとかね、どんどんこれシリーズとしてずっと続いてほしいなというふうに個人的に思ってます。ということでまた次回の動画でねお会いしましょう。またねー、バイバーイ。